ごめんね、急に来ちゃって。今度はちゃんと連絡しろよ。はい、本当にすみません。ああ、大丈夫だよ、悪いのはレミだからさ。失礼します。相変わらず綺麗な部屋だね。そうですよね、なんか私の部屋より綺麗なんだけど。そんなことより、喉渇いてない？ちょっとマイク持ってくるか。ありがとうございます。兄ちゃん優しい。ミスナのこと狙ってるんでしょ？何言ってるんだよ。ごめんね、あのお兄ちゃんで。うん、あ、私トイレ行くからちょっと待ってて。うん、分かった。めまいがしたって。うん、ごめんね、あなた。あ、うん、あ、はい、これ。あ、ありがとうございます。ありがとう、お兄ちゃん。兄ちゃん大丈夫？うん、大丈夫だよ。じゃあゆっくりしてってね。こんにちは。あ、お友達も一緒に連れてきちゃったんだけど。え、今日さ、お兄ちゃん家にここ泊まっていい？ねえ、お兄ちゃんお願い。ねえ、一生のお願い、お願い、お願い。お願いします。お願い。
止めて。やったー、よかった。嬉しい。てかお兄ちゃんさ、私が入ってきた時にさ、何か隠してなかった？ミスって何隠してたの？いやいや、いやいや、そんなのほら、兄ちゃん、ミスってよ。ねえ、レミちゃん、お兄ちゃんって可愛い女の子に弱いからさ、可愛くさ、お願いって。ってお願いします、見せてください。あうわぁ、レミちゃん、じゃあ、ねえ、うわぁ、あいや、ちょっと、こんなの見てたの？お兄ちゃんってむっちりスケベだからさ、うわぁ、いい話。うわぁ、すごい。ね、ちょっと、なにこれ。あ、もう、もういいでしょ。あ、もう、ごめん。まあでも、お兄ちゃん、むつりだけどさ、多分手出さないから大丈夫だったね。むつりなんですね。違うよ。あ、ねえ、兄ちゃん、喉乾いた。え、何もないよ。え、嘘、なんかあるでしょ。うん。あ、じゃあ、レミちゃん、あ、少し待って、待ってて。うん。ゆっくりしてていいから、ちょっと飲み物取ってくるね。行くよ。うん。早く。元気だった？何でするか、どうしたんだよ、今。あのね、お願い。え？今日、お姉ちゃんち泊めてほしいの。え？いや。ダメ？いや。友達の、レナとヒカルも泊まっていいよね。え？いや、まあ、急に言われてもさ。お願い、お兄ちゃん、泊まらせて。え？お願い。だってねえ、うん、ほら、ね、お願い、今日だけだから、お願い、止めらせて。うん、いや、うん、じゃん、まあ、分かったよ、もう今日だけだからな。ありがとうございます。あ、じゃあお邪魔するね。失礼します。お邪魔します。お邪魔します。お兄ちゃん、少しは掃除しなよ、喉乾いた。とりあえずお茶でいい？お兄ちゃん、ちゃんとしまってくれよ、もう。あ、とりあえずひかるちゃんとりなちゃんのお茶でいいかな。あ、はい。あ、ごめんね、ほんと。あ、なんか見せちゃった。うん、大丈夫。ごめん、ほんとごめんね、変なの見しちゃって。うん、うん、
大丈夫全然、うちのお兄ちゃんと私ちょっとトイレ行ってくるから、うん、ごめんね。びっくりしたね。ちょっとどうしよう、私お兄さん手伝ってこようか。あ、ほんと、あ、じゃあ私も行こうか。あ、大丈夫。あ、ほんと、うん、ゆっくりしてて。あ、ありがとう。お待たせー。これ、お兄さん何してたんですか？いや、ちょっと、蓋が開かなくて。これなのに何してたの？あ、いや、別に何も。はい、これで。あ、ありがとう。まあね、おすすめ、うん、すごい、うん、あ、ごめんみんなで一緒にお風呂入ろうね。え、うん、お風呂、お風呂、うん、お風呂先に入っていって、うん、じゃあ入るか、うん、うん、じゃあ行こう。お風呂こっちだから、うん、うん、じゃあ先に足りるね。うん、うん、うん、え、3人で入るの？そうだよ、ね、するでしょ。you
かした？ん？いや別に。ならいいけど。ねえお兄ちゃん喉乾いた。なんかないの？え？しょうがねえな。ね、気持ちよかった。じゃあ寝よっか。おやすみ。なんかこうやってさ、みんなで3人で寝る、なんかすごい懐かしくない？川文字。お姉さん、ごめんなさい、お布団なんか。ああ、いいよ、大丈夫。大丈夫です。いいんだよ、うちのお兄ちゃん。大丈夫、大丈夫。気にしないで。Mm-hmm.